俺の名前はヤスケ。この江戸の町で火消しをしている。享保5年に徳川吉宗将軍が定めた町火消しいろは組47組、そのろ組の頭取が俺。これでも江戸の町じゃ結構な人気者なんだぜ。身体能力の高いとび職を中心に構成された町人による消防組織町火消し。その構成は上から町火消しを統率する頭取、各組をまとめる頭、道具持ちであるまとい持ちとはしご持ち、主な構成員である平人、力仕事担当の土手組となっている。やすけさん、大変です。今飛び込んできたのは平人の五郎。最近大阪から江戸に引っ越してきて町火消しに入ったという変わり者だ。五郎どうした、そんなに慌てて。それが薬屋の源さんのところが火事なんです。バカ野郎、それ早く言わねえか。よし、ろ組のやつらに声かけろ。すぐに出動だ。火消し札にまといにはしご、忘れるんじゃねえぞ。待ってくださいよ。俺は分厚く煙を吸わないように加工された刺し子頭巾をかぶり、丈夫で丈の長い刺し子反転を着て、その上からたっぷりの水を染み込ませた。俺たち町火消しの前に町の消火を担当していた大名火消しはもっと豪華な火事装束を着ていたらしいが、これらは全て町から支給してもらってるものだ。文句は言えない。よし、他の組の奴ら来てないようだ。邪魔されないように先に火消し札とまといを準備しろ。火消し札にもまといにも我らがろ組の目印がついている。これらを掲げることでどの組が消火活動に当たっているかを町人や他の組に示すことができるのだ。こうでもしないと消し口争いと呼ばれる町火消し同士の巧妙争いによる喧嘩が絶えないのだ。てめえこの野郎、なあ、札取ってんじゃねえ。俺らが先だろうが。落ちる。てめえが落ちる。喧嘩は嫌いじゃないが、命がかかっている状況で手柄を奪い合っても仕方ない。飛び口とさすまたは持ったな。じゃあ消火活動開始だ。と言っても俺たちの仕事は火を消すことではない、火事の炎症を最小限に食い止めることだ。つまりどうするかといえば、せいやと火元周辺の建物をぶっ壊すのだ。破壊消防とでも名付けようか。こうして火が回るのを防ぐのだ。源さん大丈夫だったか。へえ、貴重なものを入れた用心缶を土手人の方が運んでくださって助かりました。そうか、まとにかく無事でよかった。また薬屋を建てるときは俺たちに言ってくれよ。何せ本職は飛びだからな。今日はお疲れだったな、五郎。ほら、今日は俺のおごりだ。飲め。すみません。ごちそうになります。あ、そうだ。給料も払ってなかったな。裸で悪いが、受け取ってくれ。ありがとうございます。やったー。俺、初めての給料ですよ。いやー、楽しみだなーって、あれ？言いたいことはわかる。だが、皆まで言うな、五郎。五郎が驚くのも無理はない。町火消しの平人に払われる給料は月平均600文程度。これは腕のいい飛びなら1日で稼いでしまう金額だ。つまり火消しというのはかなりの安月給なのだ。飲まなきゃやってらんないっすよ。ああ、分かった分かった、飲め飲め。その代わり湯屋や寄せ、芝居をタダにしてもらえることもあるぞ。それになるように町の人が感謝してくれる。こんなやりがいある仕事はないぞ。分かってますよ。要するに慈善活動みたいなもんですよね。なあ、そういうことだな。でも噂には聞いてましたけど、まさかここまで江戸の町に火事が多いとは思いませんでしたよ。確か50年くらい前にも大きな火事ありましたよね。ああ、俺もまだ生まれてなかったが、あれはひどかったと聞くな。五郎の言ってるのは明暦の大火のことだろう。明暦の大火とはその名の通り、明暦3年に起きた江戸の大火事のことだ。3日間続いた大火災により江戸の市街地の6割が焼失、犠牲者の数は6万人以上とも10万人以上とも言われている。ひどい火事だったが、それにより江戸の消防制度が整備されていったことも事実だ。もちろん明暦の大火以前にも江戸の町を火事から守る消防組織は存在した。寛永6年に生まれたのが大名十数家からなる宝生火消しだ。しかしこの火消し集団はといえば。何？火事だって？じゃあまず大名の皆様に宝生を出さないと。と、火事が起きてから大名を召集し、その後大名が家臣を引き連れて火事現場に向かうという迅速さに欠けるものだった。熱い。どう切るんだ？どうやって消すんだ？水はどこだ？おまけに普段から消防訓練などもしてないので、そんな集団がまともに機能するはずがない。その後できたのが大名火消しだ。宝生火消しの反省を生かして事前に消火を担当する大名を決めておいたものの、大名とは火事よりも権威や名声が大切な生き物らしい。なに、火事が起きたとな、ならおめかしして向かおうぞ。と、なぜか豪華な装束に着替えてから現場に向かったり、あのお方には挨拶しておかなくてはな、と火事よりも偉いさんへの挨拶を優先したりと、こちらも全く機能しなかった。そして起きたのがあの明暦の大火だ。江戸幕府もさすがにヤバいと思ったのだろう。明暦の大火の翌年に誕生した常火消しは今までとは違っていた。
一番大きな点は大名ではなく消防が専門の喫水の江戸っ子集団ガエンを起用したことだろう。このガエン、冬でもハッピー一枚にふんどし一丁で過ごし、そのままの姿で火災現場にも向かっていくという強者たちだ。しかし荒くれ者も多く、町人からの評判は悪かったという。それから時は流れ、享保5年、暴れん坊と噂の徳川吉宗将軍が行った享保改革によって町ごとに組を割り振り、町を町人自らの手で守らせる。この方法は一定の成果を上げている。俺たち町人による火消し制度、町火消しが生まれたのだ。へえ、江戸の消防制度も進化してるんですね。でもそんな頑張ってるのに、なんで火事は減らないんですか？それはだな、人口が密集していること、家屋が木と紙という燃えやすい素材でできていること、と理由はいくつかあるが、一番大きいのは、おお、やすけの旦那、今日の火事は興奮したね。次もまた頼むよ。そう、江戸の住人はなんだかんだ言って火事が好きなのだ。火事が起きるのが日常茶飯事すぎて、もはや当たり前となってしまっているのだろう。なので火事を起こさないようにしようではなく、火事が起きても大丈夫なようにしようという考え方なのだ。お金持ちの家ではあらかじめ普段から家一軒分の資材を材木屋に預けておくという火事対策も行われているほどだ。ってことは火事はしばらく減りそうにないですね。そうだな。でもそのために俺たち町火消しがいるんだろ。そうですけど、ん？なんか外が騒がしいですね。もしかして喧嘩じゃないだろうな。よし、ちょっと様子を見てくれ。五郎は金払っといてくれ。はい。ってこんなにいいんですか？当たり前だ。宵越しの金は持たない。火事と喧嘩は江戸の花。きっと未来の人たちが聞けば、なんでと疑問に思うのだろうが、俺はそんな江戸が、江戸の町に住む人が大好きだった。その人たちを守るためにも、これからも町火消しとして頑張っていくつもりだ。よっ、旦那、喧嘩してるのはどこだ。俺が仲裁してやるぞ。ちょっと安家さん、待ってくださいよ。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。